学園ユートピアマナビストレートはアニメーション制作会社 u o テーブルによる2007年に放送されたテレビアニメ及び漫画作品。本作はアニメーション制作会社 u o テーブルオリジナル作品第一弾として2003年11月に企画が始まった。価値観が多様化する時代において学校に行く理由とは という u f o テーブル代表取締役社長の近藤、光がもともと抱えていたストーリーが元になっている。中心人物の容姿が高校生としては比較的幼く描かれているのは企画当初の段階で中心人物が中学1年生という設定であった名残だという。まず、電撃アニマが似て2004年より読者参加企画として連載が始まり、2005年に 休館するまで続けられた。2005年からは月刊コミック電撃大王にて u f o テーブルの漫画版タータンチェックによる漫画版の連載が始まり2008年まで連載された2007年にはテレビアニメとしてテレビ東京系で放送されたまたマーベラスインタラクティブよりプレイステーションに用ゲームが発売されている 2014年5月3日、u f o テーブルが主催するイベント、街遊びにて再漫画家が発表された。2015年1月30日より、学びストレート。桜のタイトルで、ファミ通コミッククリアにて2016年2月26日まで配信された。作画を、漫画家の石川正吾、監修を u f o テーブルが務める。2017年1月。 放送10周年記念サイトがオープンし、10ヶ月連続のお祝い企画が行われた。2018年5月からは、主人公たちが2018年以降の生まれということもあり、それぞれの誕生日にキャラクターデザインの小笠原、厚氏による記念イラストが10周年記念サイトに掲載されるリアル生誕祭が開催されている。時は2035年。少子化の影響に加え、 価値観の多様化で高校に進学せずに働きに出ることがかっこいいとされるような時代となり、生徒数の減少で廃校の危機に立つ学校が多くなっていた。そんな活気をなくした女子高校の一つシリーズ、聖桜学園に転校してきた天宮学部は、転入初日に生徒会長となり、その天真爛漫な明るさと周りの人々を巻き込むパワーで学園を、 ワクワクでキラキラな場所にすべく旋風を巻き起こすのだった。以下は漫画版2巻以降の巻末に収録されている小笠原厚の遊び前回のおまけ漫画の登場人物である。滅び以外は非常に怖もてで名前から設定まで学びたちと対になっている。電撃アニマが似てボリューム12より連載開始。イラストは小笠原厚。連載初期には 学園ユートピアが首ストレートと表記されており一部の設定が漫画版、アニメ版とは異なる。また読者参加企画の連載と連動して公式サイトにて主人公である天宮学尾の中学生時代を描いた中学生日記の掲載が行われていた。2005年8月の電撃アニマ画の休館とともに企画終了。 月刊コミック電撃大王で2005年12月号から2008年2月号にかけて連載。キャラクター原案は小笠原敦史、脚本は金月龍之介、作画わた、探知エックによる。アニメ版とは異なる漫画版オリジナルエピソードも存在するが、こちらもすべてシナリオはアニメ版のストーリーディレクター、金月龍之介による書き下ろしである。 2007年1月から3月にかけて、全12話が放送。業界初の試みとして、学び部屋と呼ばれるチーム監督制を採用している。これは、従来一人の監督に委ねられていた権限を、ストーリーディレクターの金月隆之介、ビジュアルディレクターの小笠原敦史、レイアウトディレクターの高橋拓郎、テクニカルディレクターの平尾隆之の4名へと分割、異常した連合体である。 ビジュアル上の特徴として u f o テーブル撮影部により TV アニメとしては初めて全編にわたりキャラクターの頬や髪などにブラッシュペイントやグラデーション処理が行われた。これは電撃アニマ画で連載したイラストのままに動かしたいという制作プロデューサーの近藤光の要望によるものである。DVD 第7巻にはテレビ未放送話夏だ学びだ強化合宿だ。 が収録されている。もともと構成に含まれていたものの、放送回数の都合上放送されなかったものであり、構成上では第6話と第7話の間の話となる。オープニング映像では、キャラクターたちがスプレーでスタッフの名前を学校に描くという演出がなされている。これは最終話のエピローグにつながるものであると、平尾隆之は述べている。 しかし、放送倫理、番組向上機構には、スプレーでそこら中に落書きする演出はやめた方がいい、という意見が寄せられている。第7話からは一部、カットが切り替わる直前に文字が消えていくように、変更されている。スター・チャイルドからは、コミックマーケット70限定で、ラフ設定本が刊行されている。2012年7月25日に、BD ボックスが発売された。 学園ユートピアマナビストレート。キラキラ、ハッピーフェスタ。のタイトルで2007年3月29日に発売された。プレイステーション2用のアドベンチャーゲームで発売元はマーベラスインタラクティブ。セロ全年齢対象。通常版と初回限定版がある。限定版にはオリジナルドラマを収めた CD2 枚組が特典。予約特典はラジオ CD である。 アニメ版では描かれなかった学びたちの夏休みをテーマとしており、すでに行われなくなって久しい地元の夏祭りを復活するために、生徒会のメンバーたちが様々なミッションに挑む。2007年1月15日から同年4月30日まで、スタチャマにアナイ公式サイトでインターネットラジオ、ラジオユートピア学びストレート、生徒会臨時放送が配信されていた。全16回。 パーソナリティは、上原睦つ役の井上真里奈と、小鳥ももは役の藤田咲。アニメ版に関する、サイトゲーム版に関するサイト漫画版に関するサイト。ありがとうございます。